から美術部の紹介をします。現在の部員数は1年生3人、2年生5人、3年生3人の計11人です。穏やかで制作しやすい雰囲気です。活動日は月曜、火曜、木曜の週3日です。活動内容は主に文化祭とコンクールに向けた作品制作です。作品は自分が作りたい題材を自由に選び作っています。例えば絵だったら鉛筆だけで表現したり、水彩や油絵で表現するなど、自分が使いたい道具を選んで描いています。彫刻作品だと粘土だけで作ったり、最初に針金で骨組みを作り、後から粘土をつけて立体にしていく作品も作ったりしています。それでは部員の方々にインタビューをしたいと思います。今何をしているんですか？今は文化祭に向けて立体制作をしています。ありがとうございます。部活動の雰囲気はどうですか？明るく楽しい雰囲気です。ありがとうございます。楽しい美術部に来てください。